はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。今回ね、届いた話紹介していきたいと思います。これなんですけどね、まずメスからいきましょうか。まあ、これで何かわかりますよね、ある程度。どの系統かというのは。通訳はですね。まあ、それも、まあ、ダールマン系ですよね、完全に。で、まあ、これはこれでね、ちょっと、まあ、そこまでわかるとは思うんですが、はい。で、何の亜種かって言うんですけど、こちらですね。わかりますかね。なかなかマニアックな種類です。これね、なかなかマニアックです。ダールマン系の中でもですね、こちら、ミンドロ島に、生息する、ルディカという、ね、亜種になります。ルディカツヤですね。で、ルディカツヤの、最大の特徴はですね、ここ。別に、自分が叩いたわけじゃないですよ。叩いたわけじゃないんですけど、へこんでます。これが、ルディカツヤの、特徴なんですね。これがペコってへこむのがね。で、これですね、実は超珍品でですね、前回入ってきたの、自分がそれをちょうどね、買ったのが2016年と。で、その時、まあ、ブリをね、失敗しました。ミスターンしか動かせずにね、もう、また飼育したいなと思ったんですけど、実に3年待ちましたね、ほんと。2016年の9月だったかな、買ったの確か。なので、もう、3年待ちましたね。そんぐらい、ダールマン系で3年入ってこないっていうのは、そうそうないと思うんで、ほんと、珍品中の珍品ですね。で、今回ちょっと、ね、売ってたの見つけましたんでね、購入しました。本当に待ちましたね。で、ブリーズ自体非常に簡単なので、まあ、あれなんですけど、本当マニア向けのね、虫ですね、ルズイカは。あんま、100ミリは超えないです。90でかく、なんかでかくても90前半らしいので、あんま超大型にはならないんですけど、このね、感じですね。いいですね、この渋い感じが。という種類でね、まあ、正直、あんま大型がいいっていう人はね、魅力ないかもしれないですけど、この渋さがね、伝わってくれればいいかなと思います。というわけでですね、まあ、紹介ですね、生態の紹介終わりたいと思います。